ブレイキングダウン公式レフェリー、鬼木隆則さんが死去癌告白から1ヶ月、安らかに旅立ちました。格闘技エンターテインメント、ブレイキングダウンの公式レフェリーを務めていた鬼木隆則さんが14日に死去したことを、15日に妻の夏美さんが報告した。5月18日にステージ4の癌を告白していた鬼木さん。足が動きづらくなり、ブレイキングダウンのレフェリーを辞退することや、医師から余命2ヶ月と宣告を受けていることなどを明かしていた。この日、鬼木さんの X を更新した夏美さんは、2024年6月14日18時8分鬼木隆則が永眠いたしました。生前は一方ならぬご厚情を賜り、心よりお礼申し上げます。家族に見守られながら、苦しむことなく安らかに旅立ちましたと報告。続けて、生きていこうとする力がとても強く、一日一日を大切に過ごしてきて、最後の最後まで存在感や、大切なことを心に伝えてくれ、笑顔で力強く手を握り続けてくれました。やんちゃな時代を過ごし、年齢を重ねるごとに魅力が増し、家族、仲間を大事にしてくれる人でしたと振り返った。